やっほー、まだおっちゃんです。アンダーテイル聞いたことあるくない？神ゲーでめっちゃ面白いってね、有名らしいのね。名前はすっごい聞いたことあるんやけど、私このゲームについて何の情報も仕入れてございません。あ、ちょ待って待って待って、オープニング待ってね。何の情報も入れてないわけよ。完全初見で、いつもの好き放題やっちゃうプレイで遊んでいきたいと思ってます。ではレッツゴー。来た来た。昔々地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。よくあるやつや。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間が勝ったんだ。やっぱ人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、時は流れっていうやつやな、現代みたいな。イビト山 2010X 年、これもう昔だね、だいぶ。それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。伝説の山が普通にある世界。これは穴か、まさか二度と戻らないという伝説の山に足を踏み入れて落っこってます。間抜けなのか。死んだんじゃんこれ。あ、なんかあるね、中に入っていける。あ、違う、これすごい高さから落ちましたよ。やん、死んだやろ絶対。生きてたらもうそれ私が魔物説へ。アンダーテイルやっていきましょう。い、来た。オープニング見てきたわ。どうやらあの上から落っこちて、このお花の上に着地できたから生きてるっぽい。いやでももう顔面黄色やし、もうちょっと瀕死の状態っぽいけど、目もすんでなってるわ。ポケモンのたけしみたいな顔になってるわ。こっち行けそうやから行ってみるね。で、音ないのこれ。え、私のバグこれ。バグちゃう、音ない、音ないやつな。なんかおる。かわいい。突然のかわいいお花。うわ、びっくりした。ハロー。僕はフラウィー。お花のフラウィーさ。君は、この地底の世界に落ちてきたばかりだね。そっか、じゃあさぞかし戸惑ってるだろうね。この世界のルールも知らないでしょ。それなら僕が教えてあげよう。準備はいい？行くよ。何の確認もされないままハートにされた。そのハートはね、君の魂さ、君という存在そのものと言ってもいい。突然始まるチュートリアル。あ、動かせるこのハート。初めはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。レベルっていうのは、え？ LOVE、つまり愛のことさ。そうなん？レベルって、ステータス値があれ上がっていくやつちゃう。LOVE の略やった。おもろいな。君もラブが欲しいでしょ？待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。え？もらえんの？この世界ではね、ラブはこんな風に、白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。それじゃあ行くよ。さあ、カプセル追いかけて。バイバイ。拾ってね。この世界では殺すか殺されるかな。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろう。え、わ、なに、死ねばなるわ、やば。え、あいつ可愛くない。どうしたらいいこれ。誰なんだあいつ。顔腹立つし。え、なに、消えた。あ、いやーやって、消えてった。なんだこいつ。情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエレ、この遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認しているの。あ、そうなんや。とてもとても優しい目をしてる。見て、彼は多分いい人、多分ね。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。なんかツアー始まった。遺跡ツアー。なんだあの花、花びら全部ぶち抜いてやったらよかった。ついていったんや、トリエルさんに。とても綺麗な瞳をしてらっしゃったよね。怖いんやけど、急にハートにされて襲われて。あの白いカプセルはじゃあ当たったらダメなやつやった。ついてきてるか、ちゃんと見てくれてんの、すごい
なんか優しい、ほっこりするんだが、これ何？そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。 HP が満タンになった。あ、セーブできる。そこそこ、またおっちゃんレベル1へ。遺跡の入り口セーブしました。あ、セーブポイントか、これありがたー。コミリから行って、お、あ、さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。何その昔のスマホみたいな、こんな他の踏んでもいけそうで。これも気になるけど、これも何？先に進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩まず。何のお触れなんそれ、試されてんのか私。この先に進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。それ大丈夫、みんな入れるやん。印めっちゃ書いてくれちゅう、見てあそこ矢印3個矢印3個で表してくれてる。さあ左のスイッチも押してちょうだい。これね、ここですよって、もうあからさまに矢印書かれてる。これを動かすとよくできました、偉いわね、褒められた。さあ次のお部屋へ進みましょう。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時にどうすればいいか知っておかないといけません。大丈夫、とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。トリエルさん頼みな感じ。私は何もできない、無能勇者とはこれか、犬みたいな。マネキンが現れた。急にエンカウントするやん。どうしたらいい？戦う行動アイテム見逃す。どうしよう、とりあえず戦ってみれ。レベル1やけど。マネキン、マネキンに攻撃。何これ、てん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 。マネキンは今にも倒れそうどういうこと、戦い方教えて。落ちたらいいんかこれ。あ、どうしたどうした、 You winEXP と0ゴールド獲得、経験値0、0円を獲得。まあ、マネキンやからな。あらあら、マネキンはバトル用じゃないわ。おしゃべりな相手よ。怪我をさせたら大変でしょ。うちいらっしゃい。なんか戦っちゃダメやったみたい。戦わずして進んでいくゲームらしいけどな、これ。私に絶対抜か、なに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 、プロディが襲ってきた。エンカウントする感じこれ。戦っちゃダメって言ってたよね。行動、プロディエ、分析、褒める、脅す。ちょっと脅してみるか。ほら、その辺でジャンプしてみ。アリガネ全部出せ。プロディは言葉の意味を理解できないようだ。それでも怖がっていれ。お、来た。トリエルさん。すごい。すごい顔になってるんやけど。トリエルさん来たら逃げてった。このトリエルさんの顔よ、目つきやばない、グレてるわ。あんな優しい目をしてたのに。これは何、西のまま東の間の青写真。もうええてお前、どういう意味や。何このギミック。これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。もう子供なんやけど。グネグネ、上行ったり下行ったりしたらいけそうやね。もう忘れたよ道。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。子供扱いされてる。あ、いけるやん。あー、なるほどね。進めないところは進める、進めないようになってる。ファッて行き止まりみたいな。なんなら楽勝やん、トリエルさん。ここまではとても上手にできたわね。でも次はすごく辛い、お願いをしなければならないの。何トリエルさん、この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。どういうことどういうことどういうこと、なんか音楽変わったし。裏切りのトリエルか。またエンカウントする感じこれ。エンドレスローカーなんですけど、誰とも会わんし。ほんで、あ、柱が出てきた。でん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 、トリエルさんなんでそんな、よくでき
ました。安心してちょうだい、置いていったりしないわ。この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。私を信じてくれてありがとう。でもね、この練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。携帯を使う魔物。用があるのにはそれで電話するのよ。それじゃあお利口さんにしていてね。電波の概念とかあんのか、やっぱりモンスター電波とか使ってんのかな。あ、電話鳴ってきた。携帯や。もしもし、トリエルです。お部屋から出たりしてないわよね。その先にはまだ説明してないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待っているのよ。つーつー、もう行けってことですやんか。こいつはケロ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 、人間さん聞いてケロ。翻訳してくれてる。モンスターとのバトルのことでいいことを教えてあげるけど、何か特別な行動をとったり、戦って相手を瀕死の状態にすると相手が戦う意思をなくすことがあるけど、モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいケロケロケロ。見逃してほしいらしい、こいつらは。どうしよっかな。ここでとりあえずセーブして、なに、エンカウントするよこれ。フローディーがこちらへ飛んできた。どうする、ちょ褒めてみるか今度。よしよしって。それでも照れている。言葉の意味理解できてないけど、フローディーはあまり戦いたくないようだ。じゃもう一回褒めてみよう。照れてる。戦いたくない、見逃す、これか。逃がすか逃げるか。お前はお前は逃げられたんじゃないと、逃がされたんだよってね。逃がしてやるか。You win! 経験値はゼロだけど、2ゴールドカツアギ成功。これ何ですよね、穴と思った。落ちたよね。落ちてったよね、これ。絶対穴やと思った。え、来た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 。何これ、泣き虫がうじうじと近寄ってきた。なんか腹立つな。やっとくか。戦う。おら、経験値入ったで。経験値も入るし、お金ももらえるし、倒した方がいいやんね絶対。どうせ落ちるやったら右から出た方が、だよね、そうなるよね。はい、ギミック出たわ。次は何、あ、電話や、やばいやばい、おかんから電話来た。もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけれど、どちらか選ぶならシナモン、それともバタースコッチ。シナモンよりはバタースコッチの方が甘くて美味しそう。そう、分かったわ、教えてくれてありがとう。何もほんまにマジでおかんみたいなサプライズありそうやなこれ。もしもし、トリエルです。別にシナモンが嫌いってわけじゃないんだよね。どちらかといえばって意味よね。例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残す。そうそうなのね、よく分かったわ。すごく聞いてごめんなさいね。何怖いやりや、なんか心理テストされてる私。ちょお触れ見とこうか。灰色の岩、4つのうち3つが押されることを望む。ああ、これ動くやん。ここに置いたら、ああ、スイッチ的な岩やったんや。でトゲトゲなくなって進めるみたいな。出た出た出た、穴だらけやぞここ。どうすんのこれ。まあ行くしかないよね。落ちるわな、穴だらけやから。これさ、もうパーってさっき行っちゃえないの。なんかあるね、落ち葉を踏まないで。これさ、穴が開かないところがあるってこと。あ、あるあるある。ここは穴が開くと、あ、ここが道か。あ、落ち葉を踏まないでって、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。うっとうしいぞ。おら、レベルアップはいつするんや。これ下の落ち葉とリンクしてますわ。だからずーっとまっすぐ行って、こういうことや。あれ、シビアな判定すぎんか。おおおおお、こう、これを読む。下の階で注意書きを読まなかった。読んだで。でこういうことやろ。あれ違う、あ、下か、こっちか。こうか、ややこしい。こっち行って、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 こう行って、こう行けた。
謎解いたで。この岩もちょっと待った、おいらおせどかそうたって、そうは問屋がおろさねえやい。あ、お願いですから動いてくださいな。たくしょうがねえな、今回だけ特別だぜ。え、何もっと動けだ、ほらよこれでどうだい。え、違う違う、そっちに動いちゃダメなのよ。何これ、新しい敵、ちびカビに行く手塞がれた。こいつなんか強そうやな。てか私ヒットポイントも9しかないんやけど。モンスター目を使おう。HP が10回復した。うふん、あはんっていう鳴き声らしい、こいつ。なんか、その、難しい弾幕やめて。おりゃ倒した、来たー。お、経験値3ももらえたで。あれ、これでダメなの？トゲトゲやわ。やっぱこいつに動いてもらわんといかんわ。上じゃなくて横に動けな。分かったよ。こういうことだろ。あ、そうそうそう。あ、そういうこと、そういうこと。あれ？ちょっと。今、のいたやろ。じっとしててほしい。何度も行ったり来たりさせやがって。そうそう、そこに追ってくれ。ナイスナイスナイス。あばよ。もう動いていいで。あー、セーブポイントや。ありがとう。飴食べちゃった、さっき。いつかネズミは巣穴から出てチーズをかじるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。全然決意のみなぎり方がわからん。これ？このチーズはかなり前から置き放しのようだ。テーブルにくっついて取れない。やばいや、それも。カビ生えてないね。ほな、次行くか。セーブもしたし。これなんぞ。通れないんですけど。なんこれ？箸？グーグーグー。なんか寝てんのか？まだいるの？このおばけはグーグーと言い続けて寝たふりをしている。無理やりどかす。はい、あー、やっぱり戦闘になるよね。ラプスタブルークがやってきた。なんか強そうじゃない。分析、脅す、口説く、励ます。口説くだって。ちょ、口説いてみれ。ちょっと脅しないって、君まで憂鬱になっちゃうよ。怖い顔でやみつけた。別にいいよ、どうぞ。ごめん、なんか全然やる気出ないや。やる気が出ないらしい。ネタフリをしてる。じゃあ励ましてみる。我慢強く微笑みかけた。ははやばい、またそれそれ。あ、でもこれはこれは避けやすい。少しだけ元気になったらしい。次はどうしたらいいんだ。見逃す、逃がす。逃げれんのか。うん、元気だよ。だって逃げれんや、逃げんや、逃げてや、逃がしてやったんやから。少しだけ元気になった。もっともっと励ましてみれ。ちょっとした冗談を言った。ははは、笑ってるわ。え、笑ってないや、泣いてますやん。ちょ、これ避けるの結構大変。もう少し元気づけることができた。じゃあちょっともう一回始めますね。3度目の正直。何かを見せたいようだ。ちょっと見てて。なんかやめてや。なになになに、ヤリハットって言うんだ。どう、面白い。どう、全然わからん。もう本当に発想が小学生のそれなんやけど。ワクワクしながら反応を待っている。どうする、どうしたらいいの。くどく。なになに、なに。でもね、誰にも会いたくないからこの石にいるんだけどね。でも今日はね、いい人に出会っちゃった。ごめん、自分語りするのが癖でつい邪魔だよね。今毒ね。戦闘せずにして抜いてもらうという、この勝ったんがこれで。倒した方が経験値はもらえたぞ。まだおちゃんよ、まあ、戦わずして進めるならそれが一番よね。見落としていませんか？スパイダースイーツ即売会は戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツをどうぞお楽しみください。いや、気になるな。スイーツと聞けばちょっと気になるから戻ってみれ。これか？売り上げは全額本物の雲に寄付されます。どういうこと？これ？雲の巣に 7G 乗せる。こっちは？ 18G 乗せる。
アイテムが8個もらえるらしい。ちょ、乗せてみる。はい。友達が降りてきて、ジュースの瓶をくれた。あー、1個もらえるってことね。え、待って、18時、あと1時しかないやけど。アイテムが、8個あって1個もらえたってことか、今。ぼったくられた気がするの、私の気のせいかな。あ、ここはショッピング的な感じね。もうお金私持ってないからさ、カツオジせんといかんな。うちらは戦えない。友達が僕の話を聞いてくれないけど、僕が話し始めると X を押してスキップしちゃうけど、そうけど X を押してスキップしちゃうんだけど、スキップできるってことね。でもあなたはちゃんと聞いてくれるけどね。スキップできるんだ。どうやら F4 を使うってフルスクリーン、あー、チュートリアル的な感じね。説明してくれてんのか、設定を。あなたは人間にしては平和主義だけど、主義だとキーだけど、もう気づいてると思うけど、もう逃がせるようになったモンスター、名前が黄色に変わるけど、それについてどう思うけど。あー、とても便利だね。僕もそう思うけど、逃がすというのは戦いたくないという意味。相手の名前が黄色じゃなくても逃がさなきゃいけない時が来るかもけど、なんか深いこと言ってんな。こんな日が来る。やばい、お母さん電話や。やばい、もしもし。最近お掃除をしてなかったから散らかっていてごめんなさいね。急にお客様来るなんて思っていなくて、いろいろなものが落ちていると思うけれど、気に入ったのがあったら拾って持って行っていいのよ。ただし本当に欲しいものを見つけた時のためにポテトに空きスペースを残しておきなさいね。カバンって有限なんや、これ。無限ちゃうんか。見えると。本、挨拶する。ママと呼ぶ。ママと呼ぶってあれ。はい、トリエルです。え、あなた今私をママって呼んだ？まあ、あなたは私をママって呼びたいの。あなたがそうしたいなら全然構わないわ。好きなように呼んでちょうだいね。なんか急にバブリのある電話しちゃったよね。面白いな、設定が。スイッチは一つだけ。どうくれてるんやな、このオフレのポスターは。スイッチは1個だけか。どれやろう。とりあえず右上のここ。まあ、違うやろな。あー、分かっちゃった。左上ですね、これ。ここや。どうや。はい、正解。これライター、でもなんかあるぞ、向こうの部屋に。ミニゴスが這い寄ってきた。ちびかびはなんか逃がせれるんじゃない、これ。見逃せれるぞ。黄色い文字のやつは見逃してあげれるって言ったもんね。なになになに、攻撃はしてこない。ミニゴスは悩み一つなさそうだ。逃がす、 You win。 逃がしてもお金はもらえるんだ。逃がせるなら逃がせる、逃がしてあげた方がいいよね。ここになんかあるから取りに来た。これ何ぞ。え、アイテムちゃんか。ベジトイドが現れた。うちどうする。なんか倒したら経験値めっちゃもらえそうじゃない。話す、クラウディナ。え、クラウって何、食べれんの。食べてみよう。食べようとした。もう少し終わらせないと食べられない。マジか。弱らせたら食べれるらしい、こいつ。よし、弱らせるか。あなたの健康を応援します。話しかけてみよう。野菜は喋れないんだけどとか言って。あー、上から人参、大根、なんこれ、ぶっといのこれで入れる。ミステリアスな笑みを浮かべた。腹立ってきたな。ディナーは、お腹をさすったベジトイドが体にいい食事を出してくれるらしい。緑の野菜を食べてね。緑の野菜食べれんかった。もう一回落として。え、むずっ。ちょ、もう一回。緑でしょ。どれ、緑来い、来た来た、取った、行って。え、食ったけど。あ、これで食らう、食らえんのか。ベジトイド一口かじった。 HP5 回復したのって。買ったわ。違う倒し方しちゃった。
色あせたリボンを見つけた。なんだろう、なんかイベントが始まりそうな予感。ここにもなんかいたよね。君また寝転んでんの？穴に落ちちゃって立てなくなっちゃった。構わず言ってよ。あ、そっか、お化けだから飛べるんだった。はあ、何それ、しょうもな。右下になんかおったなあいつ。ルークスがにじり寄ってきた。なんか強そうやぞこいつ。どうする、からかわない、からかう、からかってみるか。ひどい、なんでそんなこと言うんだ、めっちゃ怒ってるやん。あ、やばいやばい、そのグネグネした動きやめて。ルークスさん、面の目でこちらをずっと見ていて、からかわない。やっと分かってもらえた、分かってもらえた割には。あー、ちょっと攻撃が穏やかや。これあれやね、見逃せれる、名前が黄色になったから逃がす。おー、だんだん分かってきたぞ。でこいつ敵やろ。出た出た、また食ってやるかお前。こいつちょっと戦ってみよう。あー、硬いな、タミエたっぷり。やべやべ、ここがこれは避けやすいよね。こいつちょっと倒してみるわ。いて、その不規則な動きやめてほしい。おりゃ、倒した。おお、経験値6ももらえた。そろそろレベルアップしてもいいと思うんだけどな。次の面行こう。これは何や、スイッチだ、押してみる。ちょっと待って、怖い怖い。私の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。視点が変わる、ちょっとスイッチ押してみるか。これ何も起こらなかった。いやね、ビクビクさせといて。これは押してみる、何も起こらない。なんちゃ起こらんやん。これも何も起こらない。なんぞそれ。ちょいちょいエンカウントするのっとしいな。からかわない、からかわないで逃がせれるはず。逃がせ、きた。え、なに、穴落ちたけど。え落とし穴あったで。え、どういうこと。穴に落ちたんよ、ここ。これ何、穴に落ちるんやけど。なんだこれ、一番上の柱の裏に青いスイッチがあったはず。なんかヒント出てきた。あ、ここ、ここか。スイッチ押してみる。視点が変わって見えてないけど、ここに青いスイッチがあるんだ。あ、カチッと音がした。なるほどね、発想の転換ですね。納得。え、また今度は何、赤いスイッチを押すべし。これだよね、押してみる。はい、簡単だね。これはまだ続くっぽい。ここは緑のスイッチ、この辺か。え、違う、え、また最初から。え、だる、青がこうだからここか、緑のスイッチ。はい、来た、開いた開いた開いた。進めてるっぽいかな。これは上か。なんだこれ、大変、予定より随分時間がかかってしまったわ。おや、トリルさんだ、やばい、バレた。まあ一人でここまで来たの、怪我はない。こっちへいらっしゃい、回復してあげましょうね。ずっとほったらかしにして本当にごめんなさいね。あなたを驚かせようなんて考えた私はバカだったわ。そのこれ以上隠しても仕方ないわね。こっちをついていらっしゃい。やっぱりサプライズがあったんや。このキー何、新しい歯がついても枯れて落ちてしまうようだ。え、そんな悲しいキーある。あ、セーブできれー、セーブしようぜ。奇跡にこんな可愛らしい家があるのを見て決意がみなぎった何しても決意みなぎるなこいつ。セーブしました。
これか、かわいい家っていい匂いでしょ。サプラワーエンジン、またスコッチシナモンパイを焼いたの。どっち選んでも一緒やってんじゃ、シナモンとまたスコッチへ。あなたが来てくれたお祝いにね、ここで楽しく暮らしてもらいたくて、だから今夜はカタツムリパイを我慢するわ。よかった、我慢してもろて。さあ入って入って、他にも見せたいものがあるの。なんか至れり尽くせりすぎない。トリエルさん来たで。手引っ張って、あなたのお部屋を気に入ってもらえるといいけれど。頭なでなでされてる。なんなの、なんかいちいち可愛い。あら、小肉さんはね、大変ゆっくりしていてね。あ、さっきパイ焼いてたな。行ってみるか、部屋。部屋赤。ちょっと 目に刺激悪くない、こんな部屋で寝れる。真っ赤すぎんか。空っぽの写真立てだ。かなり埃をかぶっている。待って待って、これってさ、トリエルさんの娘さんの部屋とかやめてや。今は亡きみたいな。この中にいろんなサイズの靴がたくさん入っている。怖くない？電気消えせるやん。あ、ベッドに横になった。あ、なに？帽子？またスコッチシナポンパイが一切れおいでやれ。あー、寝ちゃったから起こさずに来てくれてた。何回寝るほんで私。電気つけた方がいいんかな。バタースコッチパイ置かれてたってことは、トリエルさん入ってきたってことやろ。これ下もいけそうやね。あ、トリエルさんだ。あら、もう起きたの。新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんあるの。とっておきの虫取りスポットにも連れてってあげましょうね。それからお勉強は私が見てあげますからね。意外かもしれないけれど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。そんなに意外でもなかったかしら。向いてると思う。とにかくあなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。ん、何かご用かしら。どうしたの、どうもしない。いつうちに帰れる、いつうちに行く。そうだよね、家に帰りたいよね。え、何を言ってるの。今日からここがあなたのお家よ。それより今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリ72の使い道っていうのを聞きたい、聞きたい。遺跡から出たい。でもちょっと聞きたい。それじゃあカタツムリの豆知識を一つ。カタツムリはね、成長すると性の位置が180度変わることもあるのよ。面白いでしょう。うん、それじゃあまた用がある時は声が出てちょうだいね。遺跡を出たいってずっと選択すれば出れるんかな。トリエルさんなんか逆上して怒ってきそうじゃない。これ下行けそうやから、ちょっと下行ってみるわ。これなんかあるかな。なんか雰囲気全然違うけど。びっくりした。上のお部屋で遊びましょうね。連れ戻された。連れ戻されました。下には行けないっぽい。トリエルさん走って追いかけてきたで。なんか怪しい音するもん。ここ危ないから。危ないらしい。もうカミングアウトしたも当然で、それここは危ないって。いや、なんや、気になるぞ。とりあえず帰りたい、連呼してみるか。どうしたの、次から出たい。私はちょっと用事があるからここで待っていなさい。あ、なになになに、待っていなさい。待っていなくてもいいっぽい。ちょっと行ってみる、追いかけてみる。絶対下行ったやろ。行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。今なら行けるかも。来た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 。あ、ほら、やっぱり。ほら、と思った。お家に帰る方法を知りたいのね。この先に遺跡の出口があります。その向こうは地底の世界。一度出たらもう中へ戻れません。これから私はその出口を壊します。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。もう監禁制限されてますやん。トリエルさんの愛がでかすぎる、ラブがでかすぎる。止めるか、トリエルを。ここに落ちた人間は皆同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らにアズゴアに殺されてしまうわ。これはあなたを守るため、分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。アズゴアってやつから守ってくれようとしてるっぽい、トリエルさんは。今まで落ちてきた人間を守ってたけど、みんなこっから出て行っちゃうと。止めても無駄よ。これが最後の警告です。いや、もう追いかけるしかないよね。
あー、ここが扉っぽい。うわ、トリエルさん、トリエルさんとバトルとかに並んでね。トリエルさんの顔見て、もうスーンってなってる。どうしても出ていくと言うので、そう、あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。来た。いやー、ラスボス戦や、絶対。トリエルに行く手を塞がれた。メスになってます。めっちゃ可愛らしい笑顔で笑いかけてくれてたのに。戦うには私レベル2なんよ。絶対勝てないよね、そんなレベル2は無理やんか。なんかトリエルを説得系話す適当な話題を思いつかない。え、待って、痛い。え、むずい痛い。え、もう死ぬで。トリエルは目を合わせようとしない。もう一回話しかけてみる。もう一度話しかけとしてみた。でもダメ。これ飛んでくる。危ない。怖い。トリエルは大手が息をついた。もう話しかけるしかないな、これ。皮肉なことに話し合いでは解決できそうにない。話し合いでは解決できそうにないらしい。やばい。死ぬって。トリエルは魔法攻撃を準備してる。どうすんの、これ。戦うかい？戦ってみれ。えい！ 24! え、全然食らわんやん。ちょっと待って、死ぬ死にますって。トリエルは目を合わせようとしない。あと死んじゃうよ。 HP3 やもん。バタースコッチパイ使ってみれ。 HP が満タンになった。来た、回復。早い。痛い。私弾幕系苦手かも。どうしよう、もう一回話す。話し合いでは解決できそうにないってことは、痛い。もう、戦うしかないってこと？倒すしかないのか、トリエルさんを。でも死ぬ、普通に死ぬ。これやれんのかな？待った？やばい。待って。どういうこと？トリエルは態度がよそしい。え、どういうこと？え、もう一回攻撃するで。で、トリエルさん攻撃してくるやん。炎がよけていくんやけど。え？炎がよけ、魔法攻撃は準備してるけど、全然攻撃してこないよね。ほら、攻撃が当たらないもん、全く。そんなゲームあんのや。私、ゲームオーバー覚悟してたんやけど。バンバン切り刻んでいくか。攻撃力上がってない。ほんで私の56とか、さっき20とかやったのに。もうぶった切っていくか。最後何それ。337食らったで。え、はあ、あなたは思ったより強いのね。いいこと。この扉を抜けたらそのままずっと歩いていきなさい。やがて出口が見えてくるはずよ。くれぐれもアズゴアに魂を奪われないで、彼の思い通りにさせてはなりません。てんてんてん、いい子でいるのよ、お願いね。消えた。待って、最悪。殺すつもりはなかったのに。あ、わ、バラバラになった。てんてんてんって感じ。もう放心状態なんやけど。トリエルさん殺しちゃった。私を殺さないようにしてくれてた、あの優しいお母ちゃんをやっちゃって。なんやろこのぽっかり胸に穴が開いたような気持ちは。進むか。トリエルさんが進ましたくなかったという道を進んでいく。長ろうか。着いたわ。出た！お前、やるか？ふふふ。自分のしたことに満足かい？ま、不満だとしても運命を変えることなんてできないけどね。え、なにこいつ？顔腹立つ。顔めっちゃ腹立つ。この世界では殺すか殺されるかだ。あのおばさんはそれを変えられると思ったみたいだけど、君たち人間をあんなに必死に助けようとしてさ、それで結局。自分が死んじゃうんだから。やめてくれ！こいつ、フル傷えぐってくるタイプのやつや。精神攻撃タイプ。救いようのないバカだよ。え、鬱陶しい、マジで。こいつ、ぶった切りたい。こいつをぶった切りたい。
名前ふざけんな、私も殺したくて殺したんちゃうんよ。これを入ると、アンダーテイル、突然のロゴタイトルバイトビーフォックス、あー会社名ね。え、終わり？終わっちゃった？チャプター1クリアのようですね。これは戻れ、戻れないね、入れなくなってる。ゲームに隠しカメラがある、え、ここに、え、怖っ。とりあえずチャプター1と言っていいのか分からんけど、遺跡編はここまでですね。え、とてもとてもなんか虚無感が、あんなに優しくしてくれてたトリエルさん倒しちゃった、もう話し合いもできないしさ、もう倒すしかなかったじゃん。デッドボーイだよね、そうだと言ってくれ。いやでも発想が面白いな、このゲーム。次は何だろう、これ雪国っぽいね、地面白いから。とりあえず今まで私が遊んできた、来てきた RPG とは全く仕様が異なってますね。ちょっとまず戦わずして進めれる RPG なんてなかなかないやん。ドラクエがちょっと仲間にできるぐらいだけど、大半は倒すじゃん。異質なゲームやな今回はね、ここまでということで、次回やっていきましょう。では、バイバイ。